幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあおりょうちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。どうも斎藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。もう昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。わかった。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ、ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斎藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。斎藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斎藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斎藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
Huh!
こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ。斉藤はじめさん、私ですよ。誰だ？おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察？新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに？東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使？ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですから
くれぐれもご注意を。では失礼いたします。遅いですよ、斉藤さん。東堂、なぜここに。土方さんが行けって。斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前覚え直すの面倒だし。さてと、斉藤さん強そうだから、大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。準備はできてる。見張りは頼んだぞ。これは何の御用で。新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと